全部ね印象に残ってるんですけど、ね、特にこのビースターズっていうのは収録形式が変わっていて、うんうん、ビースターズはガンマイクという、うん、よくなんかこうバラエティ番組とかでもよく見る、はい、こう上から音声さんがこうやって持って吸ってるマイク形式で収録したっていう作品 で、うん、で映像も見ないでアフレコしていいですよと、うん、プレスコというやり方ですね。は声に合わせてくれる。なかなかないよね、はい、なかなかないの で、 で、ね、これ印象に残ってて、ガンマイクのこう収録範囲みたいなのがあって、うん、ここからは出ないでくださいみたいな、なるほど、のがあるんで、移動する時も歩く時やっぱ音がしちゃうんで、確かに、で歩き終わってから喋るとか、ああそう、ちょっとならではのテクニック難しいですね。そう、特に印象に、いやすごいなそれ。そう